今回の方はこちら、フラジャイル、弱さからの出発というこの一冊です。フラジャイルという言葉ご存知でしょうか。航空手荷物なんかによく貼る取扱注意という張り紙にこうフラジャイルって書いているんですね。で、弱さについての本なんですけれども、著者が言っているのは、弱さというのはこう強さの欠如ではないと。その弱さ自体には脆さですとか壊れやすさですとか傷つきやすさなどはもちろんあるんですが、その中にですね、ただならぬ何者かが回るというようなことが書いておりまして、この弱さというものを神話ですとかおとぎ話、童話ですとか漫画や映画などからこう紐解いていくという一冊になっておりまして、知ってる作品なんかが出てきてちょっと楽しくなったりもするような一冊です。で、弱さが新しい力を生むというようなことなんかも言っておりまして、じっくり読み直してみたい一冊です。以上です。